皆さんこんにちは2020年のウルトラ合格フルコースの全貌というタイトルですねお話を15分程度させていただきます担当しますのはレック専任講師の水野と申しますどうぞよろしくお願いしますさてですねこれ夏からですね今年の卓球試験合格を 短期で受かろううというですね、まあのこちらですねレックでね、えー、配ってますこちらのパンフレットが、えー、これ今日お話す題材なんですけども「えー、ま卓、あ、球者今日から始める」ってなってますがねさあページにするとねこちらなんですね、えー、10ページになります。で今日私がお話しするのはこの,あの値段などからそういうのはちょっとね私の担当じゃないのでねどういうコースどういう内容がこのパックに入ってるのかという。 そのこれから夏から始めて直前までどういう講座がレックで運用されているかというねそういったものをねちょっとご説明させていただきますでまずは、まあ、何はともあれそうですねた体これ6月ぐらいからですかねであの最近やっぱ宅研試験って難しくなってるんですよこれはもう20年もう10年前も難しかったですただね2030年ぐらい前ですかねで30年前だで私も別にあの宅研取ってたわけじゃないんですけどもただね本当にねあのもうドラクションなね なんも、なんか通勤の機会に、ちょっと問題やってりゃ、できるだろうよ、みたいね。そういう時代もあったんですけど、今ね、問題文も長くなって。もうどん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 、年々やっぱり出るところが広がってきて、問題文も難しく。長く、引っ掛けが多くなってきてるんですよ。なかなか大変なんですよ。だから、もう三か月、四ヶ月で、ご、ね、あの、合格するのっていうのは。なかなか大変です。短期合格。ただ、その短期合格を、やっぱりするためには。なるべく早く、大事なところをインプットするのが大事。そこで、まず理解。 正しい知識をインプットする。でまずねこの宅建試験で独学で受かる方もいいらっしゃいます。ただ独学で受かるというのはテキストを自分で読んその作業がこれねもちろんねやる気があったとしても何ですかねこう読み取りミスというかう勘違いして頭に入れてることってあるんですよ,よ自分が読んでやると。そこで例えば理解ね、あのー、スタートダッシュ講座っていうのがあります。 であの宅研試験というのは権利関係宅研業法法令上の制限というね分野がありますがその分野ごとに全部1回ずつ前提まず最初にこの大枠を知っといてねというその大枠をやるのがスタートダッシュ講座って言いますでこれ前半、まあだいたい全体ね権利業法制限やるので完璧に細かいことまではやる時間はないんですが、ね、大事なまず勉強を始める大前提のことはここでやります。 だからあの初めててやる方は絶対見て欲しいんですよこれというかもうあのコースについてますけどね、うん、見てほしいんですよ。である程度受験経験があるんであれば、まあ、スタートダッシュはもう上がってることも多いからっつってねここに入っちゃってもいいと思います。ただスタートダッシュでねウルトラ測習ねあの入っていただいた方がこれあの何ていうんですかねあの例えば昨年悔しい思いして今年よしお金出してやってみようかっていう方も あの昨年やってたけどやっぱりうまくいかなかった失敗したわけじゃないですかそうするとね何かね根本的な大前提のところでミスってる可能性もあるんですよだからやっぱりこのスタートダッシュね早聞きでもいいから聞いてウルトラの復習でこれ全15回ですでラインナップは権利6回行法4回4回というでこれ時間が長くはないです短いです他の講座のと比べてくれると短いですだからものすごくね早いのは早いです ただ早いけれども大事なところをテンポよく聞くことで入りやすくなるえそして満点狙わないというのはもう大前提なんですよ。上げに、ね、狙ってね、うん、じゃあ本当に出るえ合否を分けるところそこに特化してやると大体これぐらいの時間です。35時間それでインプット要は理解知識を入れる理解するるで入れるというのはインプットっていうのは覚えることなんですけど理解をしないとやっぱ覚えらんないんね。 だから、まずは何をどこまでやるか、を勉強するか、そして、何を頭に入れるかを、まずは把握する。こういうのは、インプットって言いますか、インプットの講座が、スタート出したり、ウルトラ速習。ってやつなんです。うん、じゃあ、あそのウルトラ速習三十五時間完成講座、はい、やりまして。それで、合格すぐに行くかって言ったら。無理です。無理って言い切ってるよ、この人と。うん。うん、無理です。問題やんないと。あの、この試験は、ちゃんと過去問をやるのが大事です。 過去問をやるというので誤解しちゃいけないのが過去問って多分合格した人はみんなやれやれって言うんですよ。過過過過去去去去問問問問回回せせややれれよ受かるってね言ってることは間違いないけどこれ捉え方なんですけどねあそうかそうかじゃあ過去の問題やれば受かるのかっつって過去問やるんですよ正解番号だけ選べて選べて当たって満足しているはい過去問を何度繰り返しても合格しない人ですそれ。だから過去問ね過去問だと見たことあるからね いやーもう QR 型できるんですよねでも受かんないんですよって方はもうね完全にね答えを覚えちゃってるんですよ問題の。あの過去問やるというのはちゃんと例えば誤ってる×なしだったらなんでここが×なのかって言えないとできるって言えません。でさらにやるんであれば「丸正しい」って足は自信持って正しいっていうのはまあやりたいけどなかなか「丸って自信持つのは難しい。うん、そしたら 丸の足を枝を。どうやってどこを変えたら、バツにしたら、え、他の人が引っかかるかっていうね。その丸の足をバツにする練習。やってみてくださいよ。これね、出題者の思考回路になるんですよ。出題者の考え方、出題者が何を出したいか。出題者が何を求めるかっていう。考えながらやることによって。ね、あの、皆様が出題者の同じ思考回路なんですよ。これに、ね、実はね、暗記あんまりいらなくなんです。出題者が何を求めているか、この試験はどういうことを聞きたいか。 え今話題のことはこうだからこれ聞きたかったんじゃないかなとそういうところでね読むとね,ね覚えなくて、ね、平気だったりすするんですよだからこれで問題過去問をやるというのは過去問を題材にそれを勉強する要は過去問を題材にその過去問を中心に過去問で引っ掛けたところあこうやってこの式は引っ掛けんだじゃあ今度はこうやって出るかもしれないなとかねあと×の足をどこを変えたら丸になるか。 ここをこれ30日以内をこれ2週間にしたら丸だなとかね、うん、そういう練習を一個一個することでちゃんとなんでその過去問がツなのかっていう理由が分かってくるえどこを修正すれば丸になるそうするとねちゃんとつぶれるんですよポイントがそうやってやっていくことによって合格します、うん、だからその過去問をやる問題を解くっていう姿勢を学ぶために解きまくり講座となります。 であのこれねちょっと名前が解きまくりなん,だけどなんですけど2回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 とあの回数少なないいででですすよね、うん、でこれで演習が足りるわけじゃないですただこの「解きまりくり講座」でその問題をどうやって解くか解くテクニック的なところですねそういうのをねこの「解きまくり講座」でやって皆さんは、うん、あのこれ、あのー、ウルトラのねこの35時間完成講座であのウォークもン加工問題集というのをねあの持ってやるんですよ。 で実際ねこの講義内ではあんまり時間もないのでね解く時間はそんなにないです。ただその動くもん書く問題集をえこのウルトラの解きまくりをやってそしてあ解き方が分かったらどんどんやっていくえそうやってお勉強していくんです。でお勉強していくそれを直前に。で大体8月の終わりぐらいから始まるんですけどこれどっちかというと演習ものです。ただ、ね、純粋な演習というよりは これインプットですね。で演習というのは問題解くのはアウトプットって言います。アウトプット入れたものをアウトプット。えじゃあこの出た順はこれまず問題をやってアウトプットしてアウトプットからのインなんですよ。要は問題をやりますやって解説だけじゃなくてその周辺知識も入れるのが出た順必勝総まとめ講座ってます。だからこのなんですかねあの知識を入れる出すそして出したものをまた入れる周辺知識も込めて入れる。 これがねデータ順なんです。だからこれ問題を通しながらね知識を入れていこうという。だからまさに過去問をやるというので全部過去問をこれ題材にしてますがその周辺までね,ね改正点も含めてやっていこうというのデータ順ってやつなんです。であとは模擬試験がねあのレックはどっちかと,いうと模試がね多いんですよ。で模擬試験ってあの受けただけだとあまり意味ないです。まあ、模試でね慣れるとね本試験の緊張感慣れるからっていうね部分も大きくありますが模試が まああの公開もし実践編で三回、ファイナルもし一回で全部で四回あります、うん。じゃあこの四回模擬試験を受けていただくんですが、この模擬試験以外に直前対策ってありますね。で大体これ十月になってからの講座なんですが、十月って直前になるとあの例えば十月、ね、入ってもう何していいかわからなくなっちゃったり、もうのソワソワしちゃってね。そういった時はね、こう例えばで必勝 この究極のポイント300合格攻略合格講座っていうのは分野別にね一問一答の問題集なんですよ。で全部でね300あるんですよ。で300個これすごいよく出るよこれもう5比分けるよ大事だよっていうのがねベべベべベベ,ベって乗っかってるんですよ。それ300を、まあ、 朝から晩まで一日でやるのと、三日に分けてやるパターンと、まあ仮組みあるのはね、二つあるんですけども、それを潰すことによって何がいいかというと、あのだいたい試験っていうのは何万もね、十万の知識あったとしても、それがあやふやだったら全く武器にならないんですよ。十万のあやふやの知識より三百の間違いない確実の知識の方が武器なんです。この試験は。だからこれね、あの結局タケ試験ってすごい膨大な範囲なんです。 その膨大な範囲をなんとなく全部満点狙って全部範囲をなんとなくのんべんだられんやってるとぼやけるんですよ知識がそうすると得点できないんですよ要はぼやけて分かっていることは知らないのと一緒なんですだったらもう本当に大事なことを直前ガッチリ入れようぜこれがポイント300だから復習にもいいんですよねもう分かっているのが前提のところなんです全部300ポイントってそれをもうここで絶対逃しちゃいけないよっていうのを確認するそういう作業です あとは試験に出るとこ大予想会という。うん、これね、あの模擬試験だと、その全然出ないよ、こんな問題っていうのもね、出すんです。これ結構びっくりじゃないですか。模試って言ったら、いやこれ予想する問題を模試で出すんですよねって思いますよね。ところね、いやいやいや、絶対出ないよっていう問題も出すんです。理由は簡単です。本試験もそういう問題が出るからです。本試験も、これあの受験生に。 みんな全部50問全部できる問題を出すわけじゃないんですよ。これあのだいたい合格点はこれあの30点、まあ、だから50点満点だから6割ですね6割あと7割は35ですねだいたい30から35点の間で合格ラインになるような試験の問題につくんのが実力を測るにはベストだそうですこれあんまり難しすぎると問題が。 あの合格点が20点台になるんですよ。で、合格点が20点台になったことも宅建し験あるんです。ところが20点台の合格だと。たまたま来るやつも出てくるんですね。運が良くてで逆にえ、ね、3940点台とか。そういう30台後半過ぎると今度ね。実力ある人がちょっとケアレスミスでお落ちちゃうっていうね。だからちょうどね。6割7割30から35のあたりでね。合格するのが一番実力を測れるらしいんですよ。 だからだいたいそこに調整してきます、まあ、それでも、ね、過去最高三十七なんていう年もあるしね二十七で合格の年もあるしねまちまちになっちゃうんですがこれねあの絶対この問題は解けねえっていう問題も出すんです本試験もだからレックの模試でも出しますまあこんなもんやっても出ない絶対出ないよっていう問題も出しますところがこのデルトコ大予想会は、まあ、基本的に全部予想の問題です うん、だから本試験レベルで取らなきゃいけないようなそういう出るところを完全予想するのが、まあ、これそれを演習しながらまとめていくのが出るところ大予想書いています。あととにかく6点アップ直前駆け込み講座っていうのはこれね、あのー、私一番おすすめなんですけど前日なんですよ。前日までしか講義受けるのと。あ,あの私講師になった時はねびっくりしました。前日,前日は自分で家でやった方がいいんじゃねえかとね。 うん、でもね意外とこれね役立つんですよね。というかむしろすごい役立つんですよ。なんでかと例えばね前日もう自分でカリキュラムちゃんと勉強のカリキュラム決めれてやること決まってれば前日は家とかねそこで集中してやるのはいいと思います。時間の無駄ないし。ところが大体ね試験の前日って家にいるじゃないですか。どうなるかというとねああじゃあ明日だから勉強始めようか何しようかそわそわと。 で、そわそわしてね。何し出すかと？と掃除し出すんですよ。もうびっくらごくんですよ、ね。で、もう掃除し出すんですよ。で、懐かしい。漫画とかアルバム見てね。懐かしいな。漫画うわ。これ読んだなって,ってね。なんと前日漫画読んで終わるんですね。もうね。だいたいね。そのね、勉強始めるのに掃除始める人ってね。始まんないんですよ勉強が。 掃除始めて懐かしの素材見つけてそれで時間取られておしまいなんですよ。受かるわけねえだろとな、だっから来いとえ。来いと。だからもう朝からやればえとりあえず2時ぐらい、まあ、私がやってる新宿エ入れただと2時とか3時ぐらい終わるんですよ。うん、もう1日その後へ充実すっからと。えら家で悶々としてるより絶対前日。もう基本的なことばっかです。でも絶対出るんです。バンバン出るところばっかり言うんです。さすがに前日聞いたことは忘れないんです。そういうのをね、上げ上げになってやっていくっていうのがこの6点アップです。 これね、あのまあ一応生講座でね直前講習でおすすめありますかったら私、まあこれはね、うんまあ、自分自身はおすすめするんですけどねこういう直前も全部含めたものそして合格へ導くこれがウルルトラ合格フルコースって言いますでそれ以外のねこのライトコースというのは、まあ、フルコースがライトになったということはこの出た順とね直前はいりませんと。 もう家ででででで問題自分でできますすんで大丈夫ですと講義来てる時間があるんだったら家でやりたいんでというね、うん、あんまりなんか講義やる時間ないなというねそういった方はまあここがない、ね、ものもコースもありますよというね、まあ、このコースは人によって違うと思いますがとにかくね、まあ、皆さんが合格するためにはこの講座を受けてお金を払うというよりは絶対まず受かるって決めてくださいで受かるって決めても何をやったらいいのか。 そして超短期で合格するためにはやっぱりこの業務というかねこの試験のお勉強の効率化も必要なんですよ。その効率化を図るためにも自分でねテキストを読んでやる。 うん、それでもやっぱりなかなかです。で YouTube も今ねいろんなね教材とかあってね、うん、先生方いいのは出してるんですけどやっぱり有料講座には買わなかったりするんですよね。うん、だからそこも考えてねお金というのはね大切なものですよ。ただね自分の知識にねそのお金を投資するというのは私はいいことだと思いますよ。ということでね、まあ、皆さんがねレックのねあの講座をね受講いただきましてね、えー、それであの、まあ、サポート。 全力で、ね、合格サポートできれば幸いでございます以上でございます、はいまあ、それでは、ねえーまあ、短い間の時間ではございましたが2020年のウルトラ合格フルコースの全貌というタイトルでお話しさせていただきました皆さんお疲れ様です